すみません、京都振り付いてみたいと思います。今日の直前体操はこちら。これは皆さん全ていきますからね、一緒に頑張りましょう。すみません、第一段落でございます。問いの一番こちらですからね、和訳をお願いいたします。すみません、一番先頭からいきますが、まずは我々が硬ければ、もしくは硬くなであれば、で、何をするためにと言われたら我々の立場、我々の立場を勝ち得るために、もしくは我々の立場を獲得するために、我々が硬ければ、我々が硬くなであれば、で、後半ですよね。関係性を緊張させ、またはおそらくしたらそれを完全に失ってしまうかもしれない、そんな感じでよろしいかと思います。あと皆さん自身の回答と見比べてくださいね。さあ、続いて第2段落でございます。で、空所が3つあるんですが、まずはこの2の1と2の2、これを同時に考えた方が分かりやすいかと思いますので検討をお願いします。さあ、皆さん、この空欄2の1と2の前後でございますが、皆さん on the people、 人々と、そして problem、 こんな感じで分かれてますよね。で、その人々と問題のことを言ってるところ、まあ前後にあるかなって見てみると、皆さんこの右側ですよね。皆さん problem つながりで見てみると attack、 攻撃していると、その攻撃する側の関係性でございますので緊張関係がありそうですね。そうです、お互いが譲らない感じですね。そのイメージを持つ表現と言われたら、皆さん2番の hard で、緑のところが決まれば、あとこのオレンジのところ、お互いを攻撃するのではなく、そうです、攻撃を否定してますよね。ですからこの緑のところと対比関係、まあ正反対ですね。で、それをイメージしていただけると、皆さんこの2の1番hard の反対と言われたら、丸4番のソフトですよね。ですから正解は4-2ということでよろしいかと思います。さあ、続いて2の3の検討をお願いします。さあ、これは空所の左側見ていただけると turn A into B、 A を B に変える、ですから青色からピンクに変わってるんですね。ですからやっぱり皆さん正反対、異なる関係と考えて OK。この青いところ、フェイス to フェイスと書いてますから、面と向かってると。で、その面と向かってる様子じゃない方がピンク。で、その様子がその手前の文章、この next to。これと言い換え可能な選択肢見つかってますよね。そうです。next to と言われたら、隣り合ってる様子。ですから、横に並んでる2番が正解でよろしいかと思います。で、皆さん、続いて第3段落ですが、ここは設問に絡まないので、一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、続いて第4段落でございます。こちら、下線部3番、問いの3番の検討をお願いします。さあ、皆さん、英語4語で抜き出せということですが、まずは下線部3番の左側。で、皆さん、このオレンジと緑の関係性、これを考えたのではないでしょうか。まあ、わかりやすいのは皆さん、employers と書いておりますから、雇用主。まあ、経営者ですね。一方、オレンジの方はと言われたら、雇用される側。つまり労働者の方ですよね。ですからやっぱりオレンジと緑は反対、対比の関係が成り立っております。で、その対比の関係がどこにあるのか、まずこの下線部様段落の一番最後でございますので、左側に遡ってっていただけると OK。 そうすみさん、これですよね。 while 一方でという意味で、前後は対比の関係で、みさん while の左側遡っていただきますと、あなた、そうです、雇われる側の関係性が見て取れますよね。で、あと皆さん、この interest、 皆さん興味関心の話もこちらにあります。そうです、言い換え可能ですよね。で、あとは皆さん、この下線部3番緑のところは皆さん正反対の関係、そうです、対比の関係があるわけですから、このホワイルの右側見ればいけそうですね。あと皆さん見ていただいて分かるかと思いますが、 staying within the budget、 そうです、4号バッチリ見つかりました。ですから正解はこちらでよろしいかと思います。さあ、皆さん、最終段落でございます。まずこちら2の4の検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空手の左が better results、 で、そのより良い結果、そのより良いという話がこちらに言い換えられてるんですよね。 better working relationships、 ですからこの下線部を引っ張ったところの文章値をよく読むと。で、あと皆さん、この mutual、 お互いの、これと言ってることが同じ選択肢、言い換え可能な選択肢が見つかってますね。そうです、お互いなんですから両者、
ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん次につながるよう求められていること改めてまとめてみたいと思います。さあ皆さん記憶に新しいかと思いますが、一番最後の空章10問題、どうやって皆さん答えを導いたのか。でもちろん空章の前後とさらにその前後の文章を見比べると、今回皆さん Better Results という表現が皆さんこの空章の次の文章中ですね。おお、ベター点点点あるな。まあ感覚的にはあるなでいいんですが、結局我々は何をしているのか。そうです、ニアリーイコールと書きましたが、言い換え可能なものを見つけ出してますよね。でそこを見てですね、でもちろんまあ正解はまあ Bore Size ということでよろしかったかと思います。菅山さんここですよね。そうです、ボースを入れれば、ああ、ミューチュアー、お互いの。と言ってることが同じだな。ああ、ニアリーコールの関係バッチリ。ですから、我々が求められているのはこれでございます。言い換え可能な表現が発見できるか。で、もちろんこれは空章10問題だけじゃないですね。皆さん、一つ手前の下線部説明問題。ではこちらの部分でございます。Your employers。これと言い換え可能な表現、4、5で抜き出せ。で、皆さん、これも下線部の前後。それ皆さん、熟読していただけると、皆さん、オレンジのところを書きました。You と Your。で、Interests と Interests。で、言い換え可能な表現が見つかりましたので、あとはこの下線部のところのヒントは、まあ、この文章中ではなかろうか。ただ、そうは言ってもですね、皆さん、言い換え可能な表現、見つけただけで、まあ、こんな感じで答えが出る問題もあればですね、まあ、ちょっとこの下線部説明のところ、言い換えだけではちょっとな、ってなるかと思います。で、その時に我々はどうするのかということです。皆さん、この下線部のところをよく見ると、まあ、経営側の話なんですね。で、皆さん、イメージ湧くかと思いますが、経営者がいればですね、当然、労働者。まあ、働いてくれる人がいるはずです。で、それが your と書いてますので、ですから、この該当箇所の左側に your。つまり、ここが労働者。で、なぜそういう感じで、皆さん、この関係性ですね。まあ、ここに至ったのかということでございます。皆さん、この動画よりも以前の動画ですね。まあご覧いただいている方は結構何回も喋っておりますが、まあ困った時はこの関係、対比ですよね。反対とか逆。ですが上に書いておきました。ヒントは対比。で、それを意識できると、皆さんこのオレンジのところ、つなげたところですね。あー、ホワイト一方で。ということで対比の関係を表す表現あるな。だから staying within the budget。あー、ここと稼ぐのところが言ってること同じ。つまり4、5で抜き出せというところで、皆さんここは正解でしたね。ですから、オレンジでメモった言い換えを発見できるか。で、その時にヒントになっていくのが青色で書きました対比。この二本柱が我々に求められていることでございます。ですから、普段の皆さん長文演習の中でもぜひこのあたり意識して解いていただけると OK です。ということで、参考になさってください。